福本大輔は、カナダを拠点に活動する福岡県出身の騎手。福岡県に生まれ、3歳で、父方の故郷、鹿児島県イブスキ群栄町に移る。栄町の家では馬を3.24頭飼育していた、牧場であったことから、日常的に馬に乗っていたという。小学2.3年生から、当時活躍していた、ディープインパクトのような馬に乗りたいと考え、 本格的に騎手を志すようになった。父は、佐賀競馬場の休務員をしていたこともあった。2010年時点で乗馬歴9年、ポニー競馬歴7年、総競馬20勝以上であった。この戦闘争いの10馬新後ろで入選。優勝は、手前の関東地区代表 AI バファミリークラブに、所属し、中学校1年のみで2010年8月29日。 JRA 宮崎育成牧場で行われた第2回、全国ポニー競馬選手権、ジョッキーベイビーズ南九州予選で200メートル、400メートルの2戦に出走し二勝して優勝、本戦に進出した。11月のジョッキーベイビーズに、レモンに騎乗し参戦、1着場に10身以上、離された4着となった。その後も、ポニーレースや草競馬に参戦し、 中学校3年で JRA 競馬学校を受験、最終試験まで残ったものの不合格となり、翌年も受験するも2年連続で不合格となった。その後は乗馬クラブにて8ヶ月起乗技術を学んだ。地方競馬からの勧誘されたものの、小学校5.6年の頃から興味を持っていた、外国の競馬で起乗したい、高いレベルで機種になりたいという思いから断り、 外国で挑戦することを決意した。2015年7月、17歳で観光ビザを取得し、英語が話せない状態でカナダへ渡航。親からは最悪英語の勉強をしてこいと言われていたという。コネクションを作るために、競馬場、旧社見学を通じて、関係者に手当たり次第、騎手になりたいというフレーズのみを言い回りアプローチを、 心見るも断られ、諦めて帰国しようとまで考えていた。しかし、道端で、リードベーカー9社のアシスタントと接触し、実習する機会を得た。その後3ヶ月、英語学校に通学しながら、週末に9社で研修を行った。そのまま、カナダに残って18歳となり、ワーキングホリデービザを取得。 ウッドバイン競馬場の調教師である、ロジャー・アトフィールド、デニス・マクラクリー、ポール・ブッティ・ジエグ、マイク・デ・パウロらについて、調教への起乗や手伝いを2年間続けた。モーリシャス出身のエージェントと、学科試験、実技試験の勉強を進め、2017年7月20日、カナダの騎士免許を取得した。免許取得から6日後、7月26日のウッドバイン競馬場、 第2競争で初起乗を果たし、7頭中5着となる。同日の第5競争ではレース中に出血を催し、競争中止となった。それから約50回起乗したが2着が多く、勝利を挙げることができなかった。20歳の誕生日でもある10月13日、ウッドバイン競馬場第6競争にて、ラグランロードに起乗し初勝利を達成。 一年目は139戦4勝という成績を残した。二年目の2018年、400戦に起乗して36勝を挙げた。年度末の第44回ソブリン賞にて104勝を挙げた木村和氏が157票で最優秀見習らいき首相を受賞される中、時点の75票で優秀見習らいき首相を受賞した。2019年も、 479戦52勝という成績を残し2年連続で木村の辞典91票で優秀見習い騎首相を受賞した。4年目の2020年は4月18日からの予定であったウッドバイン競馬場の開催が新型コロナウイルスの流行により6月6日開幕に延期。それによりカナダのダービーに相当しカナダ三冠の 第一戦であるクイーンズプレートステークスが6月27日から約2ヶ月延期されることとなった。そのクイーンズプレートステークスに赤眼の大馬マイティハートに起乗し初めて参戦、逃げ切り果たし優勝。ステークス3勝目にして日本人騎士として初めてカナダダービージョッキーとなった。9月29日にはカナダ三冠の第2戦となる。 プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスにマイティ・ハートと共に出走して勝利。2冠を達成した。続けて10月24日、カナダ3冠の第3戦、ブリーダーズ・ステークスに出走するも7着に敗退。3冠はならなかった。このレース後の3戦は、マイティ・ハートの安状を下ろされてしまったが、G3 ドミニオンデーステークスで復帰して勝利した。 カナダ3冠はカナダ三馬限定戦のため国際格付けを持っておらずドミニオンデイステークスで国際重賞初勝利となった。以下の内容はイクイペースの情報に基づく。ありがとうございます。